中区は浜松市を構成する七つの行政区のうちの一つ。浜松市中心部を区域としている。浜松駅周辺などの中心部は館長や企業のビルなどが立ち並び、富塚、上島、広沢、住吉などの郊外には住宅街として大小の住宅が密集している。2007年4月1日に浜松市が政令指定都市に移行した際、 条例の施行により、中区が設置された。政令施行前の2006年、行政区画及び区の名称等が浜松市行政区画等審議会により審議され、決定にあたって、同協議会は浜松市民を対象に投票を行った。その結果では、中央区が1位であったが、旧来より中央地区という地区名や、中央がついた町名があったことに配慮され、 中区が妥当であると答申した。中区の面積は7つの行政区の中では最も小さく44.23平方キロメートルである。他の市町村とは接しないため同士東区、西区、南区、北区と境界を接する。故障地名2010年に行われた国勢調査時点における中区の人口は238,477人で、七区の中では 最も多い。平均年齢2015年10月1日時点における中区民の平均年齢は次の通りである。現在の中区にあたる地域は明治期の町村制執行時点では全域が敷地群に属していた。浜松市役所静岡県浜松総合庁舎式関係機関浜松合同庁舎浜松中央警察署浜松市消防局演習病院周拝等を行う。 郵便局のみを掲載する。在浜松ブラジル総領事館領事館外国交換、関連施設大手通商業上場企業、非常上企業 NHK 浜松市局放送局、中継局 NTT 西日本浜松電話局、電力ガス上下水道電信幼稚園、東海道新幹線東海道本線、遠州鉄道浜松バスターミナル区内の駅はすべて、高架線となっている。 JR 東海浜松工場への引き込み線を除き、踏切は存在しない。鉄道路線路線バス高速道路、東名高速道路が区内を通過するが、インターチェンジはない。最寄りのインターチェンジは、東名高速道路浜松インターチェンジ、新東名高速道路浜松、浜北インターチェンジ国道県道浜松城5社、諏訪神社が団サッカー公営競技。ありがとうございます。